はい、目頭切開と、眼瞼下垂の手術が終わりました。まあ、目頭切開は Z 法で軽く内側に 1.5 ミリずつやりました。あんまりやるときつくなってしまう、寄り目になってきつくなるし、まあ、目頭側の赤い粘膜が丸見えになってちょっと不気味な目になることもあるので、まあ、控えめに 1.5 ミリずつやりました。あと、眼瞼下垂の手術は、ちょっと幅広めの平行型二重になるようにしました。で、まあ幅広い二重にするとちょっと目の開きが悪くなることがあるので、それをカバーするために眼瞼下垂の手術でちょっと開きを良くするようにしました。で、プラス目頭切開したことによって、まあ、目頭側まで綺麗にある平行型二重を作りました。今直後なのでかなり腫れてます。幅広くなってますけど、これだいぶ狭くなります。おそらく目開けた時の幅も半分以下になります。最初にデザインした通りになります。で、1週間後抜歯になりますが、まあ、特別目立つ内出血とか今はないので、必要最小限の腫れで済みます。1週間後抜歯して次の日アイメイクすれば、まあ、かなり目立たないぐらいの腫れになっていると思います。はい、じゃあまた連絡します。また報告します。はい、じゃあいいよ、おしまい。